どうもこんばんは、さすのです。今日はね、この間トリミング動画を上げたんですよね。その時に一緒にやればよかったんですけど、整体買ってきたんですわ、そういえば。整体買ってきてたんです。で、このメイン水槽に入れようかなとか思ってて、なんでかっていうと、今この水槽をグッピーのメスが入ってるんですけど、メスだけなんです。メスだけグッピーってなんだかわかんないじゃないですか。だからなんかそんなにグッピーばっかりいらねえかなとか思ってたんですけど、やっぱブルーグラスがね好きなんで、ブルーグラス買ってきました。ワンペアだけなんですけどね。この一世帯でどんだけね、いっぱいになるかな。はい、こんな感じのブルーグラスですね。かわいいですね。うん、やっぱ綺麗ですね、ブルーグラス。かわいい。メスもね、元気そうで。じゃあね、水温合わせ終わったら、水合わせしたいと思いますんで、ちょっと水温の方合わせちゃいます。はい、じゃあもうだいたい2時間ぐらい水合わせしたんで、そろそろ入れましょう。はい、じゃあね、入れていきたいと思います。だいぶ元気ですね。まずはオスから、いや、メスだった、はい、オスからですね。元気元気。無事投入されましたね。そしてね、早速追いかけてますね。うん、いや、いいっすね。ああいうね、活発的なオスはいいと思いますよ。うん、すげえ優雅なんか。はい。ああね、温度計も落ちましたしね。今回はこんなところにしときましょう。はい、結構ね、短い動画になってしまうんですけど、まあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。またね、稚魚とか何だとかがね、ポコポコ出たらね、動画上げていきたいかなと思います。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。